こんなので売ってたんですね。あ、当時っぽい。ミクルマン今見ると綺麗ですよね。やっぱクリアパーツとか使われてて、かっこいいです、ね、かっこいいです、かっこいいです。当時は本当に怖かったんだけど、今見るとなんか新鮮ですね。機械のこういう色のパーツが使われてたり、最初のやつの服です、ね、あ、へえ。そう、この謎のこういうのに入ってるんですよ。なんかこのモアイみたいのだったり、この土偶みたいのだったり、この辺やっぱあんまそこまで世代じゃないんですけど、カプセルに入ってますよね。入ってたんですよね。じゃあこれも綺麗だね、やっぱね。ウルトラの星、これも着ぐるみ？着ぐるみ。変身サイボーグまではいかないけど、うん、似た感じのパーツが中に入ってるんですね。これで着せるんだ。これ遊びきれないですね。脱いだり着たり遊びきれないです、これも。おー、さっきのシリーズだ、うん、あ、だからこの辺は宝のやつをある程度オマージュして、バンダイが、ね、ね、その人気にあやかってじゃないけど、うーん、あ、これも劇中にこういうのが出てくるんですね。劇中に出てくる。そんなに昔じゃないってこと？うん、そんな昔じゃない。だよく幅広いですよね。これ見てます。同じのをいっぱい買ってしまいたい。ああ、これ見てるんです。こういうのってシリーズを見て、あ、いいなって思う。それとももう本当に見た目で。造形です、ね。ああ、やっぱそうなんです。見切れないですよね。だってこれ全部ストーリー追ってたら。15金。デビルも。これまだ色違いってことです。これはブルータイプ。あ、色違いなんだ。ああ、それも色違い？あ、確か持ってるよ。あ、重たい。これも多分バージョン違いっぽいですよね。バージョン違い持ってんだな、ちゃんと。ザ・シング。なんかそう、え、面白い。こんな遊びが、ちっちゃい遊びが出てたんですね。マーベル系の、食玩で。食玩なんすか、これ。食玩じゃない。あ、でもまあ、そういう系ですよね。ね、気軽な感じの。買える。あー。開けてない。ああ、パッケージがね、中のパッケージがそのまま飾れる、ちょっと、なるほど、組み立てて自分で中に入れればブリスター的な感じで飾れるみたいな。なるほど。これ気になんないです、この箱。これ海外から空輸されてるやつやで。え、このそれ箱がだって海外じゃないです、それ。確かに。なんて書いてあるか分かんないけど、この。この。何でたい？あの大。サイン。おお。これもう世代の人からすればお宝なんじゃないですか。俺わかんないですよ、だから綺麗、わかんないですよ、綺麗な人のイメージっすね。これだけ並ぶと迫力変わりますね。武器が違う、うん、これカニの手とかついてますよ。本当だ、斬新。あ、これなんか、なんか顔なんだかな。復刻でもすごい。これ当時がこういうの出してたらすごくないですか。すごいっすね、昭和の時代に。もうね、面白い。クリアで中見えるってのは、それがやっぱ子供心くすぐりますよね、うん、アルバム元の衣装のやつが。ああ、じゃあこれはこのアルバムの時の衣装バージョンなんだ。だキスが好きな人からすれば自分の好きなアルバムで揃えたいとか、そう下手したらもう全部揃えたいみたいな。いや、これ沼だな、キリレーな、沼ですね、これも。キリレーやつだ。このカニってかっこいいな。ね、斬新ですね、この。食べても美味しそうなサイズですもんね。ちょうどサイズが実寸大ぐらいですもんね、これ。ね、だから当時の子供もしかしたらカニの手が余ったらこうつけてたかもしれないですよね。つけたくなるよ、これ。これで。カニの手って書いてあるの、やっぱり。クラブシザースのちっちゃいですもん。あ、ほんと、一応クラブシザースって書いてある、ね。クラブシザースの方が大きく書いてほしかったけどね。そう、どっちか言ったらね。カニの手ってなってるんだ。まあ、それは昭和の復刻なんで。赤外線カメラ、ね、これ火柱銃と冷凍ガン。あ、火柱銃と冷凍ガン、すごい分かる気がする。これそれっぽい、確かに、ね、面白いな。そういうのおもちゃを作る人のこのなんかこれが分かりました。これサイバーキリン銃です。サイバーキリン銃、サイバーキリン銃、銃がこの銃ですよ。だから武器なんですよ、これ。おお、武器
獣の銃じゃないところがまたやばいですねこれ。サイバーあこっちにもサイバーキリン銃だ。サイバーキリン銃なんでこの武器してんだろ。全く同じ。これ一緒かな。2つ買ってますこれ。一旦あるあるですね。こういうのもあるある。はい面白いな。武器は武器のセットが。ああ。ジャンボマシンガンと一緒だ。そういうセットがあったんだ。だから当時の子供たちを楽しませてるよね。武器がバリエーションがあって武器だけが売って今武器だけって子供買わないでしょ多分。復刻もこういう風に出してくれるといいんですね。そうこれもう当時と変わんないですよね。この多分宝のマークが違うとかもうほぼ当時のオリジナルのまんまなんですよねこのパッケ。だから逆に下手すれば間違って買っちゃう人いますよねこれ。これ箱がボロボロで傷んでたらあ当時物かなって思っちゃいますよね。綺麗だから復刻だなってなるけど貼ってあるし、うん、これ剥がして箱ボコボコにしたらわからないですよねあんまり。多分こういう宝のマークとかこの多分バーコードとか多分こういうとこまで見ないとパッと見はもう当時のパッケージのまんまだから、うん、でもこっちの方が復刻で嬉しいよね。嬉しいですよね。当時のものをなるべく極力再現してほしいですよね。もうだから時代的に全く同じっていうのは無理だろうけど、まあ、箱の中から箱が出てくればいいかもしれないけど、うん、なるほど。箱の中から箱でもそうするとやっぱこう嘘物で売る人も増えちゃうね。復刻じゃオリジナルですよみたいな売り方されちゃうとまたいろいろ問題が、うん、どっかなんか変えとかないと。そっかそっか、うん、これも全部マグネットなの。これなこれどうなの。これマグネもっと書いてあるシリーズ。あ上半身が取れてこれがつくからやっぱここはもうマグネットですよね、多分。いやこれパチンコ玉なんですよ。こう関節がみんなパチンコ玉みたいなのがついててそれがマグネットでくっついてるから可動域は半端ないですよ。なくすなパチンコ玉。カレーカレーにベータカプセルがついてる。はああの手この手ですねこれも。またあの有名なシーンだってスプーンと間違って。そう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 。カレー食べてる時に変身しようとしたら、なるほど、その利用のカレーが入ってるんだこれ。そう、スプーンで間違って変身してこれじゃないっていう有名なシーンですよ。ああ、それすら知らないですからね、俺。それのセットってことか。あカレーやばいんじゃないですか。これ入ってるんですか。カレー入ってます。ああ、これもうちょっと召し上がれない感じじゃないですかこれ。もうね、そうですね。まあある意味こう貴重品ですね。まあ、マニアからすればこういう遊び心のおもちゃも欲しくなりますよね。そのシーンを再現してるっていう。スプーン出してあこれじゃないっつってちょっとお茶目な、あちょっとノリツッコミみたいな。そうお茶目なシーンですよね。はあいやーよかった。いや貴重なものまで本当に見せていただいてありがとうございました。今回もご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録高評価ボタンよろしくお願いします。またおすすめ動画も貼っていますのでそちらもチェックしてみてください。